ご視聴ありがとうございます。石川です。トランプ大統領がアフガニスタンやイラクなどから中流米軍の部隊を大幅に撤退させるために大統領令を発令するその方向だというふうに報じられています。えー、今日はこの記事を見ていきます。こちらはフォーリンポリシーの記事です。 トランプ・プランズ・エゼクティブ・オーダー・オン・アフガン・トゥープ・ウィズローワール。このエグゼクティブ・オーダーというのが大統領令です。えー、込み出しです。The move would still leave some troops in Afghanistan, but could see at least half come home.、まあ、全てのお軍部隊がアフガニスタンから撤退されるのではないだろうけれども、少なくともその半分が帰国するのを Eh, eh, the US President Donald Trump is set to order a dramatic and rapid cut in the number of US troops stationed in Afghanistan, Iraq, and Somalia as he seeks action from loyalists newly installed at the US Department of Defense. ドナルド・ナルトランプ大統領はアフガニスタンやイラクやソマリア駐留部隊の数を劇的かつ迅速に削減することを命じる方向ですトランプ大統領は解任したエスパー長官の次のミラー長官代理のような忠誠な人間たちに行動を求めていますエスパー国防長官をトランプ大統領は解任しましたが その理由は、トランプ大統領がアフガニスタンの駐留部隊を大幅に撤退させるというトランプ大統領の意見にですね、エスパー長官が猛烈に反対したためだという観測が出ています次、こちら FOX ニュースの記事になりますトランプとオーダート r ープリダクションズインアフガニスタンアンイラクワシントン The Trump administration is expected to cut the number of U.S. troops in Afghanistan almost in half to 2,500 by January uh, 15th. U.S. officials said Monday the, the order would stop short of uh, outgoing President Donald Trump's goal to have all troops withdrawn. トランプ政権はアフガニスタンの米軍部隊の数を1月15日までに半分の2500人に削減する見通しであると月曜日に高官が述べたこの命令大統領令は トランプ大統領の目標であった年末までに全ての部隊を撤退させるという目標には届かない、えー、その全面撤退という目標は、えー、軍事外交のアドバイザーからの反対に直面したのだった The Pentagon also expects to cut the number of troops in Iraq to 2,500 a reduction of more than 500国防総省はまた えー、America's exit from Afghanistan after 19 years was laid out in February agreement Washington reached with the Taliban. The agreement said U.S. troops would be out of Afghanistan in 18 months, provided the Taliban honored 19年ぶりのアフガニスタンからの撤退は2月合意で米国とタリバンとの間で交わされたその合意では米軍部隊は18ヶ月でアフガニスタンから出国しタリバンはテロリストグループと戦うという約束で 同国内のイスラム国関連組織がそのテロリストグループということになるとみられる。According to the February agreement, the U.S. troop withdrawal next year is tied to the Taliban's commitment to fight terror groups such as the Islamic State in the country and is not linked to successful negotiations between the Taliban and the government. 2月合意によれば米軍の、来年の米軍撤退は、タリバンが同国内のイスラム国のようなテログループと戦うという約束に基づいている。そしてそれはタリバンと現地政府との交渉の成功とは結びつけられてはいない。 イスラム国のグループは極度に危険とみなされ、米国や西側諸国の権益を標的につけ狙っている。The U.S. invaded Afghanistan in late 2001 in the aftermath of the se September 11th terrorist attacks on America.The war has dragged on through three presidential administrations despite repeated efforts Coalition can safely leave. アメリカは19年前の2001年後半にアフガニスタンに侵攻した。それは米国での911テロの結果だった。アフガニスタン戦争は3人の米国大統領の間、ずるずると続いてきた。 テロ集団を打ちまかす努力が何度もなされて、現地政府を安定化させ政府の腐敗をなくす努力がなされアフガニスタン国軍を訓練して当国を安全にする努力が繰り返されてきたそうなれば米軍主導の合同軍が安全に撤退できるはずだったからだだがそれにもかかわらずアフガニスタン戦争は長引いてきたのだ えということで、えー、今日はトランプ大統領が大統領令を出す方向であるえ。そしてその大統領令は、あアフガニスタンなどの駐留米軍を大幅に撤退させる、えー、方向であるということが報じられていますので、えー、それを見てまいりました。 えー、ちなみに3代に続いて戦われてきたアメリカのアフガニスタン戦争それは言うまでもなくブッシュ大統領オバマ大統領そして現在のトランプ大統領ということになるわけですがトランプ大統領の前のオバマ政権の時にはこのアフガニスタンへの米軍の投入というのがもう極端に増えました。 えー、このことを英語で The Obama Serge というふうに言っております。えー、またこの辺のこともですね、えー、また機会があったらお伝えしたいと思っております。えー、今日はこの辺にしたいと思います。それではまた。